ちょっと頭おかしくなってんな、今眠すぎて。はい、すいませんでした。あのごめん、ゴミみたいな動画連発してね。それも俺って感じでええやん。いやマジ関西弁、エセ関西弁どんどん使っていこう。あと楽しいもん、エセ関西弁楽しいわ。いやーマジエセ関西弁楽しすぎる。なおちょくってるわけじゃないんだけど、いやでも関西弁ってもういいじゃん、綺麗良すぎじゃん言葉として。ええわ。じゃがじゃがドン、じゃがじゃがドン。なんだそれ、それを関西弁だと思ってんのかよ。やばいな、じゃがじゃがドン、じゃがじゃがドンっていきなり言って、あたかも関西弁決まったでみたいなね、その思惑っていうか考えてる思考を見せられたらちょっと怖いね。足触ったでで目かいちゃった。足ってもう雑菌のまあ茹でどころだからなって。温どこっていうの書こうとしたら茹でどころって言っちゃった。あ、もう脳がやばいんで俺寝ちゃうわ。でもなんか動画つけてないのが不安だ、これ動画依存症だね。いや今そのツイッターでゲーム障害の記事見てて、まあいろいろだからそれも俺ツイッターでいいねしてるんでね。まあでもいいねいっぱいするんで、あの埋もれちゃってるけど見ててね。いやでもゲーム障害で、そのもしね、親にね、ゲーム障害だってお前はって言われて、ゲームをしなくなって心が病んでとかになるのが最悪のシナリオですね、みたいなこと書いてって。そう言うとやっぱ、バカな親って罪だなって思っちゃいますよね、ゲーム障害ってね。なんかムカつくよね、ゲーム障害って言われるのはね。ゲームだけなんかそう言われるのおかしいと思うけどね。でも結構ゲームって特別な存在だと思うんですよ。いや、いい意味でとかじゃなくてさ、マジで何のためになま、でもね、極めたらすごいんだけどさ、どう生活で生かせばいいんだろうって思うけど、でも意外に生活で役立つんだろうけどな。うん、まあね、ゲーム楽しいもんね。まあそう、みんなゲームの楽しい瞬間をさ動画で中でやれやさ、金になるかもしれねえんだよ。うん、楽しんでるところを見るのが好きな人とかいっぱいいるじゃん。俺だって好きだよ、人が何かに熱中して楽しんでるところを見るとさ、ほっこりしちゃうよね。2秒くらい、二秒の指がすごい、もうほんとね、ひょっこりひょうたんじーまで、いや、ひょっこりはんは言いたくないわけよ。さすがに。あれタブーだもん。俺の中、俺タブーだから、俺的タブーだから、もう、ひょっこりひょうたんじーまっていう、そっち出すんだよ。古いね。ひょっこりひょうたんじーまの先の歌詞入れたらかっこいいなって思ったけど、全然思いつかまなかった。はい、ということで僕寝ます。バイバイ。